ロバート・ジェームソンは、スコットランド生まれの博物学者、鉱物学者、地質学者である。スコットランドのリースに生まれた。エディンバラ大学で、医学、植物学、科学、博物学を学んだ。エディンバラ大学の地質学のレジウス教授職の、ジョン・ウォーカーの助手として、大学の自然史学コレクションの収集を行い、アラン諸島、ヘブリディーズ諸島、オークニー諸島などの調査を行った。 1800年から1801年の間は、ドイツのフライベルク鉱山学校で、アブラハム・ゴットロープ・ウェルナーに学んだ。1804年に、レジウス教授職を継ぎ、15年間、その職を務め大学のコレクションを充実し、多くの地質学者を育てた。また1808年に、博物学の学会、ウェルネリアン自然史協会を設立し、 エディンバラ大学博物館の管理官も務めた。岩の起源について、ウェルナーの水生説の立場に立ち、火星説のジェームズ・ハットンの死後に、エディンバラで水生説の代表的な論者となった。1819年に、リビ,ビット・ブリュースターと共にエディンバラ・フィロソフィカル・ジャーナルを創刊した。ジェームソンの収集した7万4千以上の動物学や地質学の資料は、 大英博物館に次いで多いコレクションとなっている。猛攻はジェームソンにちなんで命名された。ありがとうございます。